はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。殺戮の天使、やっていきたいと思います。前回はダニー先生を倒してね、倒してっていうか殺されてね、えー、地下4階にやってまいりました。はい。えー、では今回はなんか墓地っぽいですね。お墓ですかね。 おどああうりでちくせえわけだ掘り起こしてみるかどっちでもつまんねえやつだなもうただのおけつだそんなに入りてえかでもダメみたいこの穴もう入ってるオフおけつの中で えー、何か光るものが見,見えた、えー、手を伸ばすああ何やってんだお前なもんまサぐって何かあんのか取れないナモ、はあ、なもんこうすりゃいいんだろあでも中身がギュ足が忘れちゃった <laughs> わあ鍵を手に入れたえー、気持ち悪い つるはしで土を起こすっていうのもおかしいな。クワじゃない <laughs> これはなれのアホかだえー、何か,何,かん何も書かれていないほ <laughs> うほう。うん。ほう。おっと。ここはこれじゃないのか。 鍵振り回して何やってんだお前えあうとはいはいえー、どこの鍵だここかこれじゃねえかじゃあこっちかあここに書いてんのかここかオッケーオープン水 寒いな、おい。水の気配がする。それに、薬臭い。こんなところに長居する気はね、さっさと抜け出せる方法を考えろよ。すごい上から目線ですね。その身をらえ、主が求めるのは清き魂と、そして清き体なのだから。なるほど。ええー、勘置け。勘置け。あ、なんか光ってる。 バト,キンバトキンベケット36歳、えー、死亡場所地下3階死因重弾による失血死ベケットは地下4階内の、えー、鍵を所有,所有していたが未だに発見ならずどこかに紛失した,模様だしたようだ体の損傷が激しいため、えー、取り扱い注意片腕は水槽内で、えー、洗浄中に紛失 <laughs> この人死んだの そうだろう地下3階って書いてあるんだからそこで死んだんじゃねえのここはビーヨンだからまだ上があるんだね。あなたはここのことをよくしてるのさあな、俺は殺した奴を殺していいって言われてここに来ただけだしな。他のフロアの奴らもそうなんじゃねえのか細かいことは俺も知らねえよ。そう。つうかさっきの墓穴のせいで手がベトベトでくせえ。洗うってことね。はい。 何これ壁がボロボロ。湿っぽいわ、ボロいわ、ろくな場所じゃねえな。<laughs> えー、隙間をのぞき込むと、向こうには空間があるようだが、暗くてよく見えない。<laughs> えー、水の底で鍵、人影のようなが浮いている。死、え、体、ー、じゃねえのここで手洗えるよ。おお。これで散ったましか。 水の中に何か光るものがある鍵を手に入れたほうこれはまだいいのかでこの鍵はこっちかなここは第一本墓場へえい、ー、いかオッケーオッケーオープンおっとまたお墓がいっぱい いくつもいくつもこんなところに墓を作ってどうすんだ望まれた者たちの聖地主に望まれた者清らかな者天使の何、えー、ていうのこれ <laughs> これなわかんねえな,な特別な者、えー、素晴らしき光栄にその身を眠らせろただし主を裏切りし悪魔の魂やここが永遠の牢獄となろう っっとってことはザックここで死ぬのか深い穴が開いているいびつな岩が置かれている真新しい墓石が置かれている墓石には細,かい細やかな字で名前が彫られている あ,あどうした何が書いてんだ名前が書いてある。お席なんだから当たり前だろ何驚いてんだよ。レイチェル・ガードナー。私の名前、私の名前が書いてある。そうかよ。じゃあ、この墓は俺のか たくよここは悪趣味で気持ち悪い奴ばっかだな。おい。おい、墓石眺めてんじゃねえよ。悪いがてめえと一緒に死ぬ気はねえんだよ。手当たり次第、出口を探してさっさと行くぞ。この後ろなんだこれ。大きな亀裂が入っている。これ壊すんじゃないのここ妙な隙間があんな。入るにしても俺には無理か。 他にはねえも、何もねえな。私が行ってこようか。ああ、そう言っててめえだけ逃げるつもりじゃねえだろうな。私は逃げない。こ、殺されてないから。お前さっきからほんと気持ち悪いな。まあいい。どうせ何もしないわけにもいかねえ。行ってこいよ。ああ、あ,あと死んだら、死んだって返事しろよ。なんなことできるわけねえだろ。<laughs> 死んだら返事できない。 うるせえだったらせめて役に立ってから死ねよう <laughs>、うん入るでお裏側に出たおっ、えー、紙には墓石のデザインなどが書かれているあーなるほどここで墓石を作ってるのねしかし字は子供のようだ 他にも図面みたいなのがあるけど何の図面かわからないな僕はあの子のことを初めて知ったよ前からずっと気になっていたんだなのに僕はずっとあの子のことを知らなかった会いたいのにあいつが邪魔をするからあの子はとても綺麗な声をしていたよきっときっと素敵な子なんだろうそうに違いないだってこんなにも一瞬で彼女を好きになっちゃったんだからああ大変だ あの子には特別を用意しなくちゃ。僕が考えたあの子だけの特別な永遠の眠りの場所。へえ、怖い。うーん。おお。こっちか。あれ。鍵穴もない。 えっと、えここ何もなかったね結局ライトゲットンごちゃごちゃといろいろあるけど手がかりのにそもなんもあまりないなこの奥にも包めそうもないしどうしよっか一度戻ろうかなはいよただいま <laughs> 何やってんの <laughs> <laughs> 何してるの この墓石見てるとイライラすんだよぶっ壊してやりてえ先に武器の方が欠けちゃうようるせえな待ってろよそれより向こう側に何かあったのかよ右の奥に部屋が続いてたそこには扉があったよでも閉じら出て先に進めなかった鍵には、えー、扉には鍵穴がなかったから何か開ける仕掛けがあると思うんだけどそうかよ じゃあ、もっと探してこいよ。うん、でもこっちでも探してほしい。ああ、俺が仕掛けなんかわかるわけねえだろう。うん。わかったらさっさと行ってけよ。ええ、すごいこき使うな。ねえ。あ,あなんだ、まだなんかあんのかできれば、私の墓は壊さないで。知るかよ。 まだ行くのまだこっち行くの扉開ける方法か。そういえばさっきよくわからない図面があったな。あれちょっと気になるな。まあいいよ。図面ね。これだ。えー、違うな。こっちじゃねえなん。んこの下にある図面、他の設計図と何か違う。やっぱりこれ仕掛けのヒントじゃないかな。えーっと、この四角の並びは、 あのガキ。仕掛けを探す、探すってのも、どうすりゃいいんだこの場所、墓石しかねえだろう。でも、ここでずっといるわけにもいかねえしな。しゃあねえ、墓石でも見物しながら売ろうとするか。つーか、マジでこの墓、うざってえな。ぶっ壊してえが、あいつの言う通り、こっちの刃がダメになっちまうな。ついでに何か壊せるものあったら拾ってくるか。 もう,おうザック操作するのね。なるほど。ツルハシがいいんじゃないの壊すなら。ツルハシ。これでいいんじゃないのおこれでよくねえか古いツルハシを手に入れた。これであの墓石ぶっ壊してみるか。で、こっちのも壊せるんじゃないのここの壁。 ここ,ここここここライトかなもしかして違う違うとなるほどじゃあこれかこれを壊せばいいのかい壊すよよパリン勝手バカかよ おお、これだ。<laughs> やったやった、やってやった。この石、手間、手間取らせやがって、えー。雑な墓石のくせに、頑丈に作ってんじゃねえよ。そうだ。こうなったら、他の墓石も浮かしてやる。マジか。<laughs> マジか。マジか。 えマジではい。<laughs> この墓場を作ったやつざまあ見ろえいいのこれ本当に壊していっそここのフロアの墓全部壊してやるかどうせ墓なんか死人しか入ってねえんだしよこれはこれ墓かまあどっちでもいいか <laughs> いいいででは,はーい壊してやるぜっいああと少しだなははいこれで全部か。あー。 これ何してんだっけああ仕掛けか <laughs> 壊すばっかで刃もろくに見てなかったな何かあったか一応探すかえ何探せばいいのな何探せばいいの特に何もないねえー、こっちも行けないよね とりあえず、ええー、と、あ、なんかあった。あ、こっちじゃない。お、ん正面なんかあるな。壊れた瓦礫の中にスイッチのような仕掛けが見えている。あん <laughs> あ、スイッチ入った。 えーっと、この四角の並びは、16個あって、そして下の方に、えー、計算が書いてある。これはお墓のことかな <laughs> さっきからすごい音何してるんだろう。これがお墓だとすると、計算と合わせて、このい、えー、この位置にもしかすると何かなうるさい。 ほんとに何をしているんだろう奥の扉開いたあの人が解いたの行けばいいのかなあの人どうやってこの仕掛けを見つけたんだろう暗い明かりをつけないと暗つけても暗 <laughs> っついてる。やだ、怖い怖い怖い。誰かの名前、経歴などが書かれた書類がある。えー、履歴書ののようだ。えー、<laughs> 誰かの名前、経歴などが書かれた書類がある。履歴書がなんでこんなくさくさの。<laughs> ええー、はい。たくさんの履歴書がファイリングされている。あ。ワトキン・ベケット。 この名前さっき見た。これ全部ここに来た人の履歴書なのかなそしてこの人はやっぱりここで死んだんだ。ファイルの下からまだ閉じられていない履歴書が滑り出てきた。これはこれも履歴書。これあれだな、あのー、あ、やべ、履歴書。ちょっと確認しておく前にさっきの履歴書見とこうか。 履歴書のような紙が散らばっているこれ私の名前が書いてある細かく私のことが書いてあるへえああまだ他の人も人のもあるアイザック・フォッサー,うーん年齢二十歳前後、えー、幼少時、えー、個人に在籍していた形跡から 形跡あり、えー未かえー、未認可の違法施設であったため、えー経、経緯などの詳細は不明、売買の可能性あり。あなるほどうん。ほうほうほう。 ああ、これがあれか、ザックのことね。はんはん。オフ。これ多分あの人の住んでた施設で人を殺したの。他にも連続殺人をしてあの、その後ここで人を殺していたのかな。死因も殺害者も空欄。ここで死ぬとこの空欄が埋められるんだ。 今は逃げる側だけど。何人殺したんだろう。とりあえずこれを持って戻ろう。そういえばまだこの部屋の奥の方に調べてないな。ほおなるほどね。この奥を調べるのね。おなんだろう、このくぼみ、ここに立つとスイッチみたいな音がする。でも何も起こらないな。まだ書き穴がない。 えーまた床に仕掛けみたいなくべみがあるけど乗っても開かないしえーなるほどどうすんだ戻ればいいのとりあえずえっとどうすんだこれ戻ればいいのかな また誰かいる誰かいるのあのね僕は君の望みを知っているよ僕は君が好きだからきっと素敵にしてあげられるだってここは僕の場所だものこのフラーのドゥーン おい、何ちんたらしてんだ早くしろよ。一度戻ろう。よいしょ。ただいまー。<laughs> めっちゃ <laughs>。はい、ただいま。なにこれ。遅いんだよ。何してんだ こっちが来たいで何かあったか右奥の扉の先には資料室みたいなところがあったよその奥にも扉があったけどそれも鍵穴がなくて開かなかったはあまたかよあとこれがあったん履歴書履歴書何が書いてあるんだよ レチルガードナー私のことが書いてある紙んだよしょうもねえなお前のことが分かったところでそれ以上もそれ以下もねえんだろうそれとアイザックって人のことを書いた紙もあったこれはあなたのことそれでそれ読んでてめえはどう思ったんだああそうだよアイザック・フォスターは俺だ どう思ったか別に。これはあなたのことが書かれた紙、それ以上でもそれ以下でもない。お前は怖くねえのかよ、俺がよ。怖い怖くはないよ。昔、お前みたいなことを言った女がいたよ。最初は普通にビビってたのに。 新聞に載ってる連続殺人の犯人が俺だって気がついてから態度が変わりやがった。俺に怖くない、ファンだったとかペラペラ喋ってきてよ。面白いから逃げる時間を3秒から5秒に増やしてやったんだ。でもそいつは逃げられなかった。だから殺してやろうとしたらすげえ暴れ出しやがって。ああ、どうしよっかなーって思ったんだけどよ。あまりにもバタバタしつこいから。 怖くないなら暴れるなって言ったんだそしたらお前に殺されたくないから言ったんだだってよあいつは俺に殺されたくなくておべっか使って生きようとしたんだろうな俺は嘘が嫌いなんだだから殺してやったよその話は 私があなたに殺してもらえることと関係するのあその手順を踏むと殺してもらえたりするのああ、でも私が逃げるとき5秒じゃなくて3秒だった。何言ってんだあ,あくそ、そうか。こいつ俺が殺されたいんだった。つまり殺す、怖くないっつうのは。 どうしたの何でもねえよつうかなんで怖くねえんだだって私あなたのことを知らないから知らないってお前その紙読んだんだろう字が読めるんだろうが読んだでもあなたに会ったのはさっきのことだからあなたまだあなたのことをはよく知らないだからあなたに対して何も思えない ああ、もういい。つまんねえ。で、そんだけかよ。えっと、扉の前に仕掛けがあった。でも多分もう一つの仕掛けがあると思うから少しこっちで探したい。おー。それと、まだあんのかよ。声が聞こえた。このフロこのフロアの人の声だと思う。私の望みを知ってるって。 そうかよもう行くぞああその前にやっぱこっちも壊さねえとイライラして仕方ねえわ待ってああこの墓石も買ってんな <laughs> この墓石残してまってんのがなんかイライラしてたんだよ おう、行くぞ。お前が入る墓は、んお前が入る墓はここにねえんだ。お前が死ぬのは俺が地下から出た後だ。軽く守ってやるよっていう意味だよね、遠回しに言えば。<laughs> ねえ。いや、いいやつやの、穴がある。